3連勝の朝乃山、今日は王鵬戦。右が覗いた、前に出ていくのは朝乃山、一気の相撲でした。朝乃山4連勝。何もさせませんでした。親方、そうですね、もう引かれる、叩かれるというのは一切考えずにこう思いっきり当たっていったって感じですね。はい、まあ、大相撲という感じですよね。そうですね、はい、リプレイです。これ朝乃山は右四つという形が得意、まあ、左で上手を引けば万全なんですが、その形にならずとも、はい、一気に前に出てきました。いやいや、一番強い相撲じゃないですかね。あ、なるほど、はい、リプレイです。ちょっと王鵬が本当に何もさせてもらえず、そうですね、右の差し手もうまかったですし、うん、はい、押し相撲、いや、これやられると次もイメージ悪いですね。なるほど、はい、うん、どうやって勝てばいいんだとこう次も悩んで取るんじゃないですかね。で、朝乃山4連勝として、明日も押し相撲の碧山ですね。あ、はい、大きな相手です。対する王鵬は1勝3敗、明日は一山本との一番が組まれております。昨日まで3日間3連勝の力士が6人おりまして、まず朝乃山が勝って4連勝としました。さあ、カド番大関の貴景勝は今日結び前、相撲巧者遠藤との一番が組まれております。お楽しみに。